マリーズ・ウェレは、カナダの女子プロレスラー。ケベック州モントリオール出身のフランス系カナダ人。WWE に所属する以前は、テレビや雑誌などの様々なメディアにおいて、モデルとして活動していた。2006年にディーバサーチを受け、7人の時点まで残る、もののそこで敗退。その後 WWE と契約を交わし、株団体のオービューでトレーニングを積んだ。 2007年に FCW に移動。その間、WWE のハウスショーにおいて、同じく、フランス系カナダ人のレネ・デュプリーやシルバングラニエのマネージャーを担当したことがある。2007年1月頃から、スマックダウンのタイタントロンに、プロモが流されたが、番組には登場せず、株団体で活動を続けた。2008年春頃から、スマックダウンに、 ヒールとして登場し、チェリーと抗争する。その後は、ディーバズ王座の初代王者、ミシェル・マクウルと抗争を開始。12月に、ミシェルから王座を奪取し、2代目ディーバズ王者となった。4月のドラフトでは王座を保持したまま RAW へ移籍。移籍後は、ケリー・ケリーなどを挑戦者に防衛戦を続けたが、7月26日の、 ナイトオブチャンピオンズでミッキー・ジェームスに破れ王座を失う。その試合の際に膝を負傷し、欠場に入り、11月23日の RAW で復帰。感謝祭ということで、かつてエディ・ゲレロの兄ヘクター・ゲレロが演じていたナナメントリキャラクターのゴブリディ・グッカーに奮して登場した。試合終了後、インタビューを受けていたメリーナを襲撃。 以降、メリーナとの構想を展開した。2010年に入り、メリーナの負傷により、空位となった、ディーバズ王座の王者決定トーナメントに出場。決勝まで勝ち進み、2月22日の RAW にて、ゲール・キムを破りディーバズ王座への二度目の退官を果たすが、4月12日の RAW で、イブ・トーレスに破れ王座を失った。 王座陥落後、テッドデビアスのマネージャーとなり、恋愛ストーリーが開始。10月、ミリオンダラーベルトが奪われたのをきっかけに、デビアスと共にゴールダストと NXT で、ゴールダストが指導している、アクサナと構想を開始する。11月15日、オールドスクールエディションと銘打って行われた、スペシャル版の RAW で、ゴールダストは、 正当な持ち主であるデビアスに変換し、構想は終了した。また、ヨシタツとの恋愛ストーリーも演じられた。2011年10月28日、WWE から解雇となる。2016年4月4日、WWE、ER、RAW にて夫である、ザミズとザックライダーの WWE ICO 座戦にて、終盤に観客席から乱入。 ザックの父親と言い争いをして、頬を叩き、気を取られていた、ザックの隙をついて、水がすかるクラッシングフィナーレを決めて勝利。ベルトのダッシュに貢献した。2018年6月27日、アメリカ国籍を取得して、アメリカ人となった。リング中央で、キャメルクラッチを決めて、 相手をからかうような表情を見せたり、ロープ際の中央で髪の毛を振り上げ、昭和熊的微笑をする仕草が見せ場となっている。WWED バズ王座、ありがとうございます。